違うんだけども、そうですねって言って、あとに何か言う。ちょっと。あ、でもそれ逆の方がいいかもね。え、本当ですか？いや、美容院では絶対やっちゃダメだけど、なんか一回否定しといて、あとは、そういうことなんだ、みたいな。そう、逆に？僕はね。ああ、そういう、ありますよね。それ、あの、よく井戸田さんも。井戸田さん、井戸田潤。そう。井戸田潤。井戸田潤。あのね、ハンバーグとか言ってるでしょ。そう、あの二人の。あの人にテクニックがあると思えないけど。あの人と、もう一人の。小沢さん？小沢さんとの掛け合いの漫才ってそういうのありますよね。あるかも。なんか。あの人たちが変な、なんか、あれだよね、あの、なんでしょ、ロマンチックな雰囲気を出す漫才みたいな感じ、ね。そうそうそう。それで。ああ、わかったわかった。なんか、私のこと好きなの、嫌いだよ、お前のことなんて。それ以上好きな人が現れないんだよとか、分かんないけど、なんかそれ一回ひっくり返す。いや、それじゃない。それじゃない。それじゃない。もう一個上行くとかじゃない。なんかあの、こういう恋愛テクニックが蔓延したせいで、もうイエスマンばっかりになってるわけですよ。うん、みんなテクニック使うと、みんな肯定して、うん。そうするとつまんないんですよ。うん、ちなみにその、なんだっけ、あの、婚活塾を書いている、婚活塾、スパルタ婚活塾を書いている水野啓也さんという人がいて、うん、その人はもう突っ込めと。突っ込めってことは、つまり否定するも入りますよね。全然ダメだろうとか、そんなんじゃダメで、例えば俺ってどこでもタワーマンションに住んでんだよねとか言った瞬間、あれ六本木じゃないんだみたいな、ちょっと傷つくじゃないですか。でその後で、なんかでも行ってみたいなとか、ちょっと今下げすぎて上がらなかった気がするけど、そういうふうにこう突っ込んで、こうふっと引っかき回す。最初にすごいとか言われると、ああ、はいはい、いつものあの女の感じだみたいな、あ、なっちゃうから。そう、僕はでも思ってるのは、そのなんだろう、やっぱそういう引っかかりがいると思ってて、でもそういう、そういうふうにいじるというよりも、なんかもっと理解するために、そう、タワーマンションってどこに、いや、どこにあるって聞いてたら傷つくか、タワーマンションってどういうものなのみたいな。タワーマンション難しいな、分かりやすすぎるな。あと映画見た、この映画見たんだよ、あの熊の映画なんでしたっけ、パディントン、パディントン見たんだよ。パディントンってどんな映画？クマの映画。クマ？動物つまんないよねって言った瞬間、いや、そう、面白いんだよ。ああ、面白そうって言ったら、こう、どう？これ。わかる？やってるうちに、結局ハマっていくんですよ。うん、そっちのが、まあ、それを時々入れるのが僕は好きなんですよ。うん、そういうテクニックを進めたいんですよね。うん、だから、全部を肯定的に捉えると、なんか退屈しちゃう気がする。あと、あの、SNS であったけど、質問もした方がいい。あの、分からないように肯定する人がいて、うん、彼のことを、彼を落としたいと、うん、あるいは付き合っててこう、なんかうまくいかせたい、うん、でその時に彼の話は専門的すぎて分かんないけど尊敬、うん、今もうすぐ絵を描こうとしてるでしょ、聞いてません聞いてそうそう聞いてます、はい、尊敬したいんだけど言ってることが全然分かんないらしいんです。で、いつもでも彼の言ってることが、そう、難しすぎて、うんうん、だから尊敬、すごいすごいねと言った瞬間言ってるんだけど何言ってるか分かんないと思ってるらしい。でもそれはやめた方がいい。あ、何って言った方がいい。そう、それどういうこととか、私全然分かんないんだけど、みたいな聞いた方がいい。うん、聞いて、分かって尊敬するが大事。うん、だから、会話をしてる感じがなくなっちゃうのは怖い。あの、肯定、すべて肯定でね。はい。っていうのがありますね。うん、あと、その、これをリルさんが面白かったのが、自然に会う人だけこれをやり、自分の負担を減らすように気をつけてますって書いてあるけど、それって普通じゃんっていう。うん、それみんなやってるよって言いたくなっちゃうね。うん、次、ごめんなさい、リルさん今日突っ込むけど、その突っ込みに対して、あの、なんていうかな、あの、こういうことなんですって言っても、またこれも読まない可能性が。わかります？あの、いや、だから、取り上げ、つながって、その毎回新たに質問してくれた方が助かるっていうのがあります。読むけど、読むよ全部、ここでは取り上げない可能性が、うん、あの、いっぱいになっちゃうと、うん、そうそう、取り上げれる時間がない。読まない可能性もあるもん。いや、あのね、すごい長い文章ってもう どうです？そうです。リルさん置いといて。私もあんま自分が長い文章を書かないタイプなので、うん、文章って、あの、なんだろう、まあ、あの、何が目的かが長いと長い文だけ分かんなくなっちゃうじゃないですか。そうそうそう、ね、それたり、そうそうそう、その説明だったりしても、そうそう、なので短い方が、短い、そうそうそう、リルさん結果に行きやすいというかね、はい、何だろうね、やっぱ1日に読める文章って決まってるじゃん。うん、で、僕の中ではいろんな本も読まなくちゃいけないわけですよ。そうですよね。ね、なので、長い文章だと読まないことが、うん、それリルさんは置いといてね。うん。うん、文章の。でも基本的には全ての日記とコメントは読む。うん、はい。
でもここで取り上げるのは前回とつながってるのは取り上げにくい。前回から説明しないといけないからね、なるほど。リルさん次、そのチップ3、ヘタレ男性の対処。そもそもヘタレ男性に対処する必要があるかっていう。でもヘタレ男性でイケメンの可能性もあるからな。ヘタレだけど好きっていうこともありますからね、ありますよね。ヘタレ男性への対処、常に味方になって相手を肯定し励ます。今職場でやってます、チームメンバーの4番目さんが、4番目っていうのはなんか優秀さから比べてみるから4番目ってことかな。いろいろあって心がより折れまくり、もしかしたら入ってきたのが4番目かもしれないけど、クライアントクレーム、上司からの知ったので何でもござるで大変なことで、たくさんのことがあったと。同世代の男性なんですが、だからリリーさん世代が分かんないんですが、差しで会話するときに泣き言を言いまくります、でも辛い気持ちも理解できる状況なので、発砲かけて説教したりはせず、こんなに大変になっちゃうのに偉いと思うよ、すごく頑張ってると思うよ、よく我慢してるなって感心いっちゃう、ちゃんとやってると思うよと肯定する言葉で励まし続けています。最近それとなく私の帰りを待っていて、同じ電車で帰ることも認めて励ましい時期なのだと思います。効果があったってことですか。好みの男性ではないので落とすとかは考えていないですが、こういうのも使えそうでしょうか、どうですか。そうですね、これこういうこんないろいろあって泣き言言ってて説教されたら、確かにお前向かいなんでもござれプラスワンみたいな、そうですよね。そろそろ時間が近づいてきましたよ、じゃあこれ以降は来週にしたいけど、その前にちょっとここに印をつけておいて、先週読めなかったやつを読んでおこうかな、これはみこりさん、メッセージのコーナー。みこりさん、中高年の結婚について若い子よりも考えていきやすいです。これもだから2週間前だから何言ってるか分かんないですよね、これ。中高年の結婚っていうのは、結構みんな、躊躇しちゃうんじゃないかという質問に対して、みこりさんは若い子よりも中高年の方が結婚を考えさせやすいですと。中高年の男性に対してね、将来の不安につけ込みやすい笑い、男性の50代は先が見える時期なので、一般的にはパートナーの価値があること、家事力やケア能力に優れた女性を好みますねと。はい、あとは寛容さ、見た目、性的魅力はあればなおよしぐらいだと思います。性的魅力は必要な気がするな、結婚、そのむしろ結婚への結婚じゃなくて恋愛の結婚なので、なんか性的な魅力はあった方がいいと思う。可愛いとか綺麗とか見た目が少々でも他の価値が高ければ結婚に持っていくことは可能です、簡単ですとみこりさんはおっしゃいます。そういうみこりさんはね、性的な魅力というか女性らしさで、動画を見てもらえば分かるけど溢れてるので、はい、で、みこりさんは男50歳の時に出会いましたが、事実婚が正式に認められている国だったこともあり、結婚について考えてなかったのですが、私は事実婚をするつもりはないことを伝えたら、あっさりと結婚になりましたと、結婚かたくなに嫌がってた元彼も時間がかかりましたが、がん宣告感知してます、そのイベントで。だからみこりさんががん宣告されたんですかね、結婚を考えてプロポーズされましたし、モラハラの人だったのを断りましたが、男の50代は30代に比べると結婚へ持っていくのはそう難しくないと思いますということですね。あとは、これは、行きましょうか、はるかさん、博士が息子は本当は天然なのか、それとも狙っているのかとおっしゃっていたので、息子に聞いてみました。すると本人はだからピー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 とか歌って、それはなんか放送禁止用語だ、それは、ね、お母さんを喜ばせるためにしてんじゃないっていうね、天然じゃないんじゃないかと僕は言ったら、本人は確かに狙ってる時もあるけど、ろくなもんじゃねえの、 PPP は本当に放送禁止用語だと思ったと言ったと、これもでも模範解答じゃん、狙ってる人が言う答えだよねこれ、そうですだそうですと。息子が本音を言ってるとは限りませんが、本音じゃないと思うね、お母さんが求めてるまま、そう、もう確かに狙って言う時もあるけど、ろくなもんじゃねえの、 PPP は本当に放送禁止用語だと思ったっていう答えが正解だもん。でも本当に思った場合もありますよね。あるね、あるけど、そうやってこうはるかさんの心を揺さぶりたいっていう、でも本当にそうですね、本当に私は絶対あれじゃないよって言ったけど、子供って、この親がちょっと喜ぶと、そう、それをどんなちっちゃくてもやっぱやりますよね。やるんですよ、4歳とか3歳とか、繰り返しやったり、そう、だからそうやそれを思ったら、そうだから親が
なんかこう PPP で長渕剛、細木一郎とか言って喜んだら、それ次探しますよね。うん、うん、つまりそれは演技だと思います。うん、こともありえるんですね。まあだから、はるかさん、それを子供に聞いちゃダメですよね。僕が聞けって言った可能性もあるけど。それにしても もし息子が私を笑わせることでしか愛情を感じられないとしたら、私は相当な毒親ということに なりますよね、と。まあ、汗。そしてそんな息子の姿は博士に面白いと言っていただきたいがために、毎週ネタを探して投稿している私と同じではないかと気づきました。そうなんですよね、本当に申し訳ない。受けない辛さを私自身知ってるだけに、息子のけなげさに涙が止まりました。でも息子はお母さん喜んでるからね、うん、息子はもしかしたらお笑い芸人になるかもね。今度息子が何か面白いこと言ったら、大げさなぐらいお笑いしてあげようと思います。でも思うのが、いや、これは深刻な話じゃないと思うけど、うん、ギャグを飛ばしてない時もこうギュッとしてあげてほしいよね。うん、それはしてるんじゃない。いや、してないからこういうことになってる。じゃあしてても別の、ね、持ってるのかな、してない。とあと、その子供自身がギュッていうのと別で受けた喜びっていうのがあるじゃないですか。あるね、あるある。そういうことにしましょうか。そういうのもありますよね。ありますよね。別のだから、その何だろう、別に笑わせなくても喜ぶみたいな。うん、なんでしょうね、無償ないですね。うん、それをちょっとねやってると思いますけど。ちなみに息子は 1から2年生の時、まるまる地裁で懲役何年の判決が出ましたというニュースを聞き、判決をお知り合いの半分の判決と勘違いして、変態と叫んだつまものです。これも知っててやってますね。だからもう小学校1年生の時からやってたんですよね、うん、でもさっきのおじいさんの面白いですね。おじいさん面白い。この家庭はね、ドラマにしたら面白いと思う。うん、侮辱。そうそうそう、影に隠れて。いや、普通に冷蔵庫を夜食べに来ただけだろうっていう。握り変化さん、これ初めての方ですね。うん、こんにちは、毎回楽しく見ています。一人だとこんなこと言ってます知ってますのコーナーで、博士がなんで一人だと親父ギャグを言ってるんだろうとおっしゃってましたね。以前テレビでは、なぜ親父はよくダジャレを言うのか、つまり親父ギャグね、というのをやってました。エビデンスは分かりませんが、それによると人の脳は幼少期に様々な言葉を覚えてき、似ているものや関連性のあるものを結びつけることを快感に思い、口に出してしゃべる。だから判決とかそうですね、うん、やがて大人になると思ったことをそのまま口に出すことはせず、場の空気を読んで発言するようになる。そして老化とともに前頭葉の抑制も鈍くなってくるので、またダジャレを言うようになる。これはね、違いますよ、握り変化さん。僕人前ではダジャレ言わないんで。まだだから老化はしてるけど、ダジャレを言うのは一人ぼっちの時ですからね。はい、ちなみに私はトマトが好きなんですが、普段はきちんとヘタを取って切って出してますが、一人だと抑制が外れるのか、大きいやつを丸かじりしています。こういうのを知りたい。この握り変化さんは一人だとトマトを丸かじりする、こういうのがいいんですよね。野獣のように食ってる。だからみんなの前でこう切って食べてるのに、握り変化さんはハーッハーッて食べてるのがすごい良くないですか。このなんだ、誰も見てない時っていうのが僕好きなんですよね。じゃあもうこれで終わりかな。エリンさん読みましょうか。エリンさんね、博士リンナさん、毎度ありがとうございます。今回同じブランディングの詳細が出てきて大変興味深かったです。こうユニクロのブランディングの変化についてお話しされていましたが、昔ユニクロの CM でおばちゃんが着ている服を全部脱いで返品する CM があったのを覚えてませんでしょうか。知ってます？全然わかんない。なんとか僕も知ってます、おばちゃんとかおじちゃん、本当に大阪のおばちゃんとかおじちゃんができて、おじちゃん有名な人なんですけど、なんか変えてくださいとか言いながら全部の服を脱ぎ始めて、まあ、パンツとか履いてますけど下着とかになってユニクロの服を着るっていう、なんかだから安くて返品できるっていうブランド、まあ、ブランドがなかったと言えるのかな。あまりにもインパクトがありすぎて、私の中でユニクロはそのブランディングができていて、なかなか現在ユニクロが発信しようとしているメッセージは私には入ってきません。でこれはだからいわゆるアンカリングって言って、最初に印象付けられたものに引っ張られるっていうのでしょうね。ただ僕その後ね、ユニクロ時計って知ってます？時計出してるんですか？ユニクロがすごいおしゃれな3人ぐらいの女性がスーツ着たりとかなんかしながらユニクロ服を着てこれなんか踊るんですよ、うんうん、それがピッ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 地方とともに踊るんです、うんうんうん、というユニクロックっていうのを出してて、それすごいおしゃれなんですよ。へー、それでね、そういうのがどんどん出されていって塗り替わりましたね。あ、うん、ブランディング、ブランドが最初にインパクトがなかったのか、その服を買えるって時にユニクロとして認識してなかったのかも、うん、どっかの安売りメーカーみたいな、うん、はい、ありがとうございます。では
最後に皆さんのメッセージをお待ちしています。質問コーナー思っちゃったんだから仕方がない、口つき、私の無駄な時間、普通のメッセージ、小さな良いこと、今年変えました、今年辞めました、一人だとこんなこと言ってますしてます、男性はこれで引くというのを送ってください。リルさんは短めに短め一つの文章を送ってくれるのは本当にありがたい。だからちょっとコンパクトにしてくださると大変嬉しい。ありがとうございました。では、それまで、さようなら。